はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3、前回ですね、法王サリバンに挑んだんですけれども、ちょっと強くて、もう少しね、イルシールの地下牢の方、こちらを探索していこうかなと、思います。で、ここに来るまでに巨人とかを倒したので、ちょっとそちらをご覧いただいて、イルシールの地下牢来た時に、ここになんかすげえいっぱい監視者っていうか、なんていうの、いたと思うんですけど、そいつらは排除してあります。で、排除したところからスタートするんですけれども、ソウルがね、めっちゃ溜まってます。死んでは排除し、死んでは排除しっていうのを繰り返して、一応ソウルはロストすることなく来れたので、3万ソウルありますという感じですね。で、これ取るでしょ、残り火で。この中は探索したからちょっと掘っておいて、誰もの、びっくりした。誰も残ってないよね。で、ここだよね、ここ取って死んで、この中自体はもうアイテムないか。で、先へ進めるんだけど、牢屋とかちょっと見ておきたい。開ける、誰かいる。あ、こいつか、こいつがいいのか。体力上がってんな。1452で倒せるか。残り火、いや、安心して探索できるっていうのがいいよね。これこっち側にはいけないのかな、向こうから回らないと無理か。どうしよう、また犠牲の指輪つけようかな。でも今レベル1上げるのに2万必要だからね。ゲッ、いた。この野郎、こいつマジ厄介。あの変な呪いみたいなのがすげえ厄介なんだよね。あ、鍵かかってるか。鍵がないんだよね。そうそう、結構最初の方の牢屋も鍵かかってるところがあって、松明つけよう。え、あいつがいただけ。壁とか崩れないかな、どっか。どっか、ダメか。向こうへの行き方が、あ、そうかそうかそうか、そもそも鍵を発見しないとダメなのか。ここのエリア結構探索したんだけどな。じゃあ先へ進んでいきますか。先ってどっちだ。あ、こっち、こっちだね。いや、もうなんか別エリアに行きそうな気がするんだけど。ん、あれ、トカゲ違うか、ただのアイテムか。よし、回収しよう。これも力尽きた戦士のソウル。なんかある、太陽万歳。一応メッセージ読んでく。なんか結構、うん、待ち伏せに注意しろ。なるほど、罪の都、強敵がいる。げ、来た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 。デーモンってわけではないな。落ちないかな。飛んでる。硬いな、硬い、ほんと硬い。これ剣とかより打撃、いって、今なんだ、めくられたのか。打撃の方が良さそうだね。痛い。飛んだか。いって、飛びからのあれがガードできない。あ、押せる、これ。よし、 OK。 3000
マジ帰りたい。っていうか、かがり火、罪の都に入ったってことは、かがり火が早々にあってしかるべき。なんだこれ、どっから行くんだ。はしごか。はしごもあるけど、飛び降りることもできる。安全に行こう。なんかここにかがり火置いといてもらいたいんだけど、ない。ん、さらに上。え、なんだ、こっちも行けるよね、穴があるから。いや、死ぬだけ。いや、行ける。わからん。まあ、まずははしごを登ろう。はしご、あれ、どこだ。はしご登って、あ、かがり火だ。よし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 、大の字。不死の遺骨、なぜこんなところに。聞こう。え、え、これじゃん。なんだっけ、はしごやギリガンじゃん。多分そうだよね。ここで死んだのか、こいつは。だからはしごがここら辺にかかってんのか。いや、わかんないけど、わかんないけど、帰ってレベル上げよう。あと不死の遺骨もね、使わせてもらおう。なんか3レベルくらい上げられるかな。ソウルを大量に使った。時給、生命、あともうちょっとだね。もう1レベル上げたい、これだったらまだ使えるはず。消えかけとか、なんか大量に持ってんだけど、大したソウルにならないかな。400。あとはこれ3つ使っちゃおうか。2400、これでどうだ。で、時給24、 OK。 じゃあ罪の都へ行こう。25になったらどうしよっかな。また体力だよな。重量がないと結局グレソ持った時に鎧が切れないからね。隅の都で、こっからこっちか。さっきの外壁みたいなところは超手痛そう。まあ、鎧着てるから大丈夫か。降りられそうだよね、こっちも。まあ、まずは周りを見て順路っぽいところから行きますか。今は失うものが、おーおーおお、なんだよ。え、あそこか。またこいつが持ってきた。鬼打ちのなんかみたいな手に入れた。いや、ここはちょっと駆け抜けよう。あいつを相手にするのは得策ではない。力尽きた戦士のソウル、ただの雑魚敵だということが分かったからね。え、なんかいっぱいいんだけど。指で入れる。一体ずつ。こいつもあれかな、呪いを仕掛けてくる敵かな。だったらガチ厄介。侍女の探検、あちゃー、ダブルで食らった。待って待って待って、何か来たよ。何が来た。お前か、こっちまで来るのか。一発の雑魚が、落下、落下当たった、当たってんな。行って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 、
飲む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 、飲んで逃げる、間合いを取る。こいつら邪魔だから切る、切る。で本当だったらまた、あちゃ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 、ちょっと上に行って落下地面取ろう。はい、立ってねえし、よし、こいつさえ倒せば、あとはお前らのただの雑魚よと言いつつ、エストをすげえ使ったな。なんか落としてなかったこいつ。あ、ただ光ってるだけか、光で。これなんだこのゴミみたいなやつ、もう全部セリン、え、なんだろう。霊体が有効だ、いっぱいいる、いすぎでしょどんだけいんの。あ、こっちボス、武器の時間だ。この先仲間が必要だ。この先悲しみがある。え、ちょっと待って、まずはちゃんと探索しよう。後ろ、あ、こいつらさっき炎撃ってきてたやつだ。呪術か、よし、錆びついた銀か。この炎自体は何だろう下の人かわいそうなんだけど、こいつ、この人めっちゃ支えて、てかデーモンまだあそこにいんじゃん。さっきのデーモンとは別のデーモンか、デーモンっていうかガーゴイル。このガーゴイルもなんか一体くらい動きそうだな、このアイテム取ったらとか。血を釣られていくか、これ下落ちんのかな。そんな感じではないね。錆びついた、どうか、結構いっぱいあるな。いやでも結局またボスか。サリバーンを残してこっち来ちゃってるからな。あのパターンと一緒だよね、ウォルニール残してデーモン遺跡を探索した時と同じパターン。先に探索できるところを探索しちゃって、まあ、ぶっちゃけさ、武器とかを強化してからボス挑んだ方が、まあ、楽は楽だからね。だからこことかでくさびの塊とかがあればダークソードをさらに強化できるんで、それでボスに挑んだ方が楽っていう。であとはこいつら、なんだ、一体ずつ弓で処理しよう。何をそんなに集まっている、あれ、あれが外れちゃった。やはり声がした、行って、ちょっと待って、もう一回あそこまで逃げて落下地面取るか。何、こいつは飛んでくる。いや、しかしここは限界か。それが、わあ、いない、一回上に逃げよう。この上までは来ないからね。じゃあここから指、しまった、見通しが甘かった、危ない。92か、弓矢の本数がないな。終わりだ、あれ4とか、なんか、え、なんかガードされてんのか。
ギル回復しよう。ガーゴイルの頭皮やり10日そうかな。ちょっとまた駆除に入るかこいつらの。2人来た。まあいい、貴様らなど剣で楽勝よ。宝箱を守ってるね。ただ守っているのがミミックの可能性もある。ミミックを封印してたのかなこいつらで。ミミックが暴れ出さないように買ったんだよね一応。節狩り、おい両方かい。こいつはどんだけミミック好きなんだよ。栄誉の大盾、錆びついた金か。あれここも、これはなんか見えねえな。ちょっとちゃんと宝箱見よう。これ大丈夫っぽいね。 OK 残り火かすかに空いてるからね。そうするとあとほんと残すのここだけ。罪の都って言う割にはちょっと短かったな。一回歩いて帰れっかなこれ。ここは関係ないかな、行ってみよう。なんだこいつら。え、なんだこいつら、何やってんだ。アイテムが、いやなんか下の方に行けそうだけど落ちたら死ぬよね。ボスまでの道のりは大したことなかったけど、もうちょっとあそこのアイテムとか取りたいんで探索をしていきましょう。来たかやつめ、行って。これが厄介。距離を離して降りてきたところ切る。押し切る、いって、押し切る、いや押し切る、いって、やばい。ちょっとこれはやっぱりちゃんと回復する。盾なんだなきっと、あの羽が。なんだこいつは、どこを見て祈ってるんだ。俺がどっから来たんだ。あそこにもアイテムあるな。いやアイテムは結構あるね。橋から多分降りれんのか、あっちに。こっからは絶対降りれないからよ。どっから来たんだっけ。こっちに行ける。あ、決勝。ちょっと待って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 。超罠。はいーはいー。どこどこ、ここやばい。しかもベストねえし。ドクター怪獣石やべえな。いやまだいんのかよ。ちょっとこれガチやばい。まずい、これは毒で死ぬぞ。施し毒で回復する。微妙やられた。オッケー、ボスへの道は分かったからあとは探索だな。一応さっきと同じルートで通っていくか。こう来て、そもそもいっちゃん最初どっから来たっけっていう。ここにもアイテムあんな。
こ飛び降りるとこでしょ。ここのはしごから来たんだよね。もうちょっと最初の地点をくまなく調べるか。あ、これだからこうやって降りていけばいいんだ多分。で、あれ違うか、全然違えない、逆だな、アイテムがあるところは。違うな、こっから来て、こっちはもうないわ。やっぱり、向こう側に降りるんだな。で、こうでしょ？降りて進んでいくんだ。で、ここも降りるでしょ。あ、でここはガゴリ来るかな、登れる。登った先にアイテムかな。だね。金貨だか銅貨だか金貨だか知らないけど、少なくとも絶対金貨ではない。ガンゴリ一回倒せば来ない、それともうわ来た、めんどくせえ、中入ろう。この中には絶対入ってこないでしょ。で下に落ちて死んだからこっちから行こう。あの結晶トカゲはちゃんと正面から倒す。 OK、 光る。よし、光もだいぶ入ったな。多分こっちから行ける。よし、OK、光る。いいね。光るをなんか、一段階っていうか、一つの武器、下に注意しよう。どういうこと？あ、なるほど。でもこのさ、やつっていけんの？いけたー。金か、隠し道どこ。いやこれはないか、なくね。これはない、嘘。で穴に落ちないであそこに行きたいんだよね。穴に落ちないとダメ。いやそんなことないな、こっちから行けるか。いや結局下か、はしごも見当たらないしね。鼻ごけ弓でちょっと処理していこう。処理できるやつは処理する。あとはあいつめんどくせえ、降りるか。よし引き倒した。とりあえずこれを回収すればあとはまたどうとでもなる。こいつ1匹900は本当に美味しいよね。あ、なんだトキシックって何、かなりやばい。これ鼻ゴケ案件か。マジか。じゃあ弓でおびき寄せて、あと一発。お前はこっちに近づく前に。知らなかった。俺が甘かった。しまった。で、どっちへ行くかだな。こっちの方とか。ん？扉か？開く。どこへ繋がるんだ、もはや全然わかんねえ。え、なんか巨人っぽい、結構大賀っぽいのがいるんだけど、なんだこいつ、ちょ怖え。一回逃げよう。さすがにこの扉の外には出てこないでしょ。でその間にちょっとこれを回収したと思ったらいたのかい君が。いやキモ、なんだこいつ。
来そうだな、こっちまで。おお、来たな。お前が来るんか。はいはい、食われた。気持ち悪っ。ちょっと早く離して。来てんな。おい、砂地なんなんだよ。こっちどっちになんねえのかな。トキシックはやばいって。だからあそこにもいるし、はい、ちょっとガチで待て。花ゴケを一瞬で使う。食われた、また食われた。意外に範囲が広いな。あがけ、いいって。ちょ、しかもすげえヒットポイントあんだけど。オーガーと一緒だな、ヒットドロップしてくる。いや、そしてムサボリ D の寝っ転がり攻撃みたいなのもやってくるな。エレオノーラ、なんだそれ。クソクソ団子効くのか。あっち行けそう。あ、で上に行けるね。ちょっと毒をひとまず回復させたい。これはどこに出るんだ。こっちに行って窓伝いからこっちも行ける。いや、意外に広い。ああ、やっちまったよって。何、え、なんだ。上に登って、え、イルシール、あれ地下ろ。2人組がある。ああ、敵をまた戻ってきたな、イルシールの地下ろに。ただ敵なるものがいるらしい。これどこだ。え、謎。あれ、鍵束、やった鍵ゲットした。鍵をゲットして、じゃあどうする。こっから、これどこ。ギュッ、いつの間にこいつが。お前、やばい、ヒットポイントの減りがえぐい。こいつマジなんだよ。ちょっと待って、徐々にヒットポイント減ってんな。4万ソウルか。回復している。なんか離れれば離れるほど回復すんな。徐々にチャ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 っていう感じで。よし、こんだけあれば十分。一撃必中でいこう。有無を言わさず強靭を削り切る。あ、全然違ったか。はしごかと思ったら違うな。どっから出てきたこいつら。まあいい、わけわからず死ぬっていう状況にはならなかったな。これあそこだよね、巨人がいたところだよね。そうだな、降りる価値はない。もう少し探索しよう。鍵を手に入れたのはでもかなりでかい。これでまたアイテムがいろいろと手に入れることが。いって、ちょっと待って、何なの、やめてほしいんだけど。帰ろうかな、機関使って。完全に距離を取って機関しよう。4万ソウルはガチで失いたくない。機関しまーす。棺の再事情、4万ソウル。ちょっと待って、2万3000も使うの。まず生命と、ここで生命と時給をなんとか25にしたいんだけどな。あるかな、ソウルが。力尽きた戦士2つ、大きなソウル1万6000とか。すげえ手に入ったんだけど。
ちょっともったいなかったな。しっかり見るべきだった。で、時給25。よし。これで25に一旦なったんで、あとまた体力を上げて、装備重量を上げて、グレスを持ちたいんだよね。筋力はまあ、最低値の28で大丈夫。とりあえず体力を30目指して、やっていこうと思います。生命力これだけあれば大丈夫でしょう。じゃあ、罪の都ですね。意外に広かった。なんかボスがすぐだったから、あれ、罪の都短いなと思ったけど、意外に長かったんで。あと鍵か。鍵手に入れたから、ちょっと探索もするか。地下道の探索は裏方でパパパパパッとやっちゃいます。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。で、多分、罪の都の霧をくぐる前に、サリバーンは倒します。探索が終わったら、ちょっとサリバーンを倒しに行きたいと思います。というわけで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。